こちらのコーナー参りましょう竹田邦子先生プレゼンツトラのモンサイエンスのコーナーでございますいい <laughs> ここからはですね、世の中のさまざまなニュースや理想につきまして、われわれがとてお呼びもつかない科学的見地から、武田先生に徹底的に解説していただきましてね、みんなで大手目から音を立てて鱗を落としましょう、早速まいつも純科学的なね、超難しい問題をやって、あの一平さん困らせようと思ってるんだけど、次々といろんなことが起こってね、なかなかそこに至らないんですが、今日はですね、テーマはなんでございましょううかどぞこっぺですね、はっ えー、いろんなコヒペ騒動っていうのがですね<っ>時々起こりましてね、はい、それなんか日本人ってねコピペは悪いことだとだ思ってるんですよ<や>それがいかに間違ってるかってことをちょっと今日ご説明いたしますはい、はい、次お願いいたしますえー、とまあ我々の,あの関係ではねコヒペ騒動がありましてねああ百田さんが書いた日本国旗がコヒペであるということで、えーえーえー それでまああの発表は消しからないんじゃないかと、うん、えー、なんか統合デジタル取材センター大村さんとこ小国二さんとかいうのがね、えー、言っております、うん、でえっとあの <laughs> まあえっと次いきますかねはいはい。ちょっと時間丸ですから続、まあ、きましょう、ね、ええいろいろね指摘されえっと法治国家ではですね、はい、正しいことは自分で決めちゃいけないんですね もともと正しいことというのはあのー、私の本を見ていただくと分かるんですが神様が決めたことが昔正しかったんですよ、はいね、それからその次は孔子様が言ったとかいうのが正しかった、うん、偉人が言ったそうです、はい、それから倫理が次に正しいというのは今でも残ってますが、ええ、この倫理というのは道徳ではありません道徳というのはい、まあ、わば神様とか偉人が言ったことを具体的に書いたのが道徳ですが、ええ、倫理というのはこれ <laughs> 相手の断り、はい、ですから 相手が OK すればいいですよっていうんで、うんえー、相手のしてほしいことをしなさい、えー、相手のしてほしくないことをしてはいけませんっていうのが倫理ですね。うんえー、これはもう今でも生きてますが、まあ、一応倫理の正しさというのは一応あるわけです。うん、だけども法治国家ではもちろん法律で決めたことが正しいとしなきゃいけないんですね。えーはい、ところが、えーまあ、日本もまだ法治国家ではなくて。はい えっと自分が正しいということを決めて法律に反することを正しいとするっていうね変なのがまだまだあるんですよ一番すごいのはネットなんかでね相手を罵倒してるわけですよ相手にはち,ょちゃんとあの発言の自由とかね言論の自由とかいろいろあるわけですからそんなのをね罵倒しちゃいけないんですけど場合によっちゃその人の生命を脅かすようなことを言ったりする人もいますがあくまでも法治国家では 法律で正しいこともしくは相手がそれを望むこと、ええ、この2つに限定して行為行動をしなきゃいけないっていうことですね、うん、次お願いしますそれではコピペについて、はい、コピペについてどういう我々は国に住んでるのかっていうとですねもともと人間本来の権利そ <laughs> これ所有権がそうなんですが本部席が。<laughs> すみません <laughs> いなんかガスが来たか <laughs> 例えば、えー、これを私が持ってるっつったら、うんはい、これは所有権なんで、えー、相続もできるし、えー、これが変わるわけじゃないんですね、うん、これどうしかってったら私のもんですから、はい、ところが、えー、頭の中で考えるもの例えば著作権のようなものですね、はい、これはずっと人類が生まれてからは共有の権利でした。うん なぜこれが共有の権利だっったらイエス・キリストがこうですよと言うでしょ、えー、それみんなが聞くじゃないですか、はい、そしたらみんなの頭の中に入っちゃうじゃないですかです、ね、頭の中に入ったものに所有権を、うん、イエス・キリストの権利を認めるかという問題があるわけですよ、えーはいで それはね、えー、あの人類共通にしようじゃないかうん、うん、ソクラテスが言ってもキリストが言っても誰が言ってもですね、えー、聞いても、うん、紙に書いてあるものも、はい、それはあの権利はないんだと。えー、入合権権つつまり人人類類共通ののねだから人類の大きな権利は2つに分かれてたんです <laughs> <は>所有権のような個人に属するものとうん、うん、人類全体に属する権利と2つあったわけですね。えー、で頭の中の権利というのは共有の権利でした。 うん、しかしどこで生まれたかというと発明などを促進するために資本主義が出てきてから、はい、18世紀ですけどね、うん、あの18世紀まではイギリス以外は地の産物は共通の所有だったけど、えー、だからイエス・キリストが言った言葉には著作権がない共通つまり頭に入ったものを使ってはいけないというのが難しいというのもあったわけです、えー、ね。えー、それから 1+1 は2っていうのを誰かが発見してんだけど、はい、それ使っちゃいけないってことになるとね <laughs> どうしたらいいかわからない。 だからこれはものだから武田しか使えないって <laughs> 言えるんだけど知識っていうのはだめだってことになって18世紀まででだったんですね次はどれかなれで著作権法ができただから著作権法っていうのはね著作権とは実はね特許権もそうですけど全部期限があるんですよ15年最初15年できた当時はねなんで15年かったら本当の権利だったら15年でなくなるなんとか言いません権威だ,とだけども 仮の権利なんです、ねうん、だから15年だけ今75年やってますけどねそれでしかも制限がついてるんですね著作物というのは思想または感情を創作的に表現したものであってかつ分野は文芸学術美術美音楽の範囲に属するだから必ず著作権を主張する時はそのものが 思想と感情に基づく自分の創作物であってかつ表現したものってのは文字に書いてとかそういうこと言ってるんですけどそれはなくちゃいけないんですね。はい、でが分野は学芸が分文芸学術美術音楽じゃなくちゃいけないんですね。うん だからそれで著作権を有するものというのはこれは当たり前ですが思想または感情に基づく創作物であって表現されたものでありかつよく引用しろって言ってくるのがいるの僕のところだからそれは著作権のあるものを使った時には引用しなきゃいけないけどそれ以外は共通財産ですからだからもちろん相手が引用してくれって言えば倫理の観点からは相手がそう希望してるから引用していいですよつうのはあるけど全員がそれを否定するってことはできないですね。次お願いします でところが現在は極めて著作権が乱用されておりますこれはあの歴史を知らないからですねつまり権利だと思ってるからですよ著作権は権利じゃないんですもともとだからアインシュタインのイコール MC 事情なんていうのはねアインシュタインものすごい権利持てて大金持ちになるつもりだけど僕ら勝手に書いちゃうの正しかったら思想または感情に基づくもんじゃなくて宇宙の原理だからそれはもう著作権が適用されませんね ところがメディアの利益主義があって、うん、新聞記事に対して朝日新聞なら分かりますよ。 朝日新聞は思想もとは感情に基づく創作物だから。あれはあの新聞で言ってるだけで、あれはあの、こうあの、朝日情報捜査会社の創作物。あそこは新聞社じゃないですもちろん新聞社でもない。だからあの、例えばあの、ほら、あの、何、慰安婦事件などあれ全部思想もとは感情に基づく創作物。ああ、なるほど、創作物。だからね、朝日新聞はね、記事に対して著作権主張してるんですよ。これは正しいことなんですよ、正しい。 ところがね、その朝日新聞に、じゃあ事実じゃないのって聞くとね、事実だって言うんですよ。だから、本当はテレビや新聞は事実報道とか歴史記述というのは著作権が主張できないのに、えー、こっちが組織で強いもんだから、えー、一般人を、ね、訴えると脅す、えー、これは反社会的行為ですよ、えー、新聞読んでもらうわけど、えー、僕の世界ね、科学の世界はもう僕、ずっとそれでやってきたんですけど、えー、絶対著作権主張しない、僕自身も著作権主張してない、えー、だって事実だから。えー 自然界のやつを解析したからって思想または感情の創作物って、うん、<laughs> ならないからねそれ文句があるんだったら法律を変えなきゃいけないんで法治国家だからそれは著作権っていうのは僕が書いたものみんな著作権ですよって言えばいいけど僕は言わないだから僕のネットも全部著作権を主張してないんですね。引用もところはね引用を求める人が多いんですよ、まあ、一応そう求めてきたら引用するんですが本当は著作権のないものは人類共通の。 財産ですから本当はねね、うん、そっちの方から、ね、<え>価値があるんですよ、はあ、自分の書いたものが人類共通の財産になったものだから、うん、それは素晴らしいんですよね<え>ねだからねそんな著作権なんか主張しちゃいけないんだよ、うん、それからねこういうのがあるんですよ著者が自分で著作権を主張してるの。 例えば、ねええ、ネットなんかの一番下にね、ええ、コピーライトリザーブズなんて書いてあるあ、ええ、本人が主張したって著作権になるわけじゃないんだ本人があの主張して著作,権な著作権の権利が得られるんだったら、ええ、僕ダイヤモンドくれって俺んだって言えばいいんだからね <laughs> それは違うんですねはい次お願いしますこれで<ー>具体的なやつが出てきたわけですよロンダンネットっていうところがね、はい、この日本国旗があの,あの著作権違反だコピペだっつってるわけですね ここのウィィキペディアにこう書いてあるんです、はい、遺伝子研究では沖縄県民の遺伝子とか中国人や台湾と全く違って、えー、九州・イオの本土住民と近いから同じ祖先を持っているという研究結果が複数出ている、はい、これを日本国旗ではですね、えーえー、ずっとこうほとんど同じものが書いてあります、うん、でこれをコピペと言われておりますね、うん、でこのコピペが著作権違反のコピッペだかどうかというのを具体的例で言いますね、うんえー、遺伝子研究とはこれ事実なんです 沖縄県民の遺伝子が中国人の台湾と似てたのも統一のも事実であり九州のの本土住民に近いいとうも事実なんですですからここはウィキペディアが 1+1 は2って書いたやつを 1+1 は2って書いてるだけなんですこういう場合はねこの頃どういう指導をしてるかっていったらできるだけコピペでいいと電子化されましたから要するに共通の財産を使う時は効率的に使っていいわけですよ当たり前で。だから例えばね えとはとか、でとかいうの、著作権ないってなってるわけです。よこの、お言葉ですよ。ね、<laughs> <laughs> そうそう。これはね、<laughs> 僕は百三名、聞いたことないから、意図的かどうかわかんないけど。この中で、著作権があるとしたら、ここなんですよ。<laughs> ここだけ、同じ祖先を持つというってね。<laughs> ここはね、ちょっと推定が入ってるんです。あの、ほら。 遺伝子が遠くて近いから、うん、同じ視線を持っているというのは一応ここ推定が入ってますから、えー、だからもし問題になったらここなんですよ。うん、あさあこっちねないんですよ、えー、でねこのねあのロンダンネットのお間違いになってる理由はどこかあっ,ったらね、うん、えと著作権法を読まないで言ってるんですよ。あ はあ、<laughs> だから僕はさっき法治国家なんだから人の文句をつけるんなら本当はね人の文句をつけるのは非常に微妙なんですよ。ええ、さっき言ったように言論の自由がありますから、はい、だからそのロンダンネットを何万人の人が見てそれで日本国旗を何万人の人が買うかっていうのは問題だけどそのロンダンネットは過度に。 日本国旗を避、うん、難してね、ええ、それでしかも不適切な避難をして、うんはい、それによってもし日本国旗が売れ行き落ちたら、うん、もちろんロンダンネットが憲法上は保障しなきゃね、ええ 賠償しななきゃないですよだから自分で発言をするとかよく考えて法律に違反するようなこと言ってないか、えー、憲法に保障される言論の自由を抑制してないかってことは我々十分に考えなきゃいけない、えーえー、それが法治国家であって、はい、そこは韓国と中国と我々は違うっていうところだからね、えーえー、それをね片やね韓国非難しながらねこ,こんなの非難しちゃいけないんですよ。こここれれはは僕僕ら僕からか言言えばん、まあ、んなね普通ににわれてることは別に百田さん コピーした方がいいです。よっても普通なんです。ここでアメリカの場合はね、まあこれはアメリカまた褒めちゃうんだけど、政府の出したものはアメリカ国民は全部コピーが OK です。ああ共有のそれ共有の財産。ああねそれでねちょっと揉めてんのがね、外国の人はアメリカの税金払ってないからダメなんですが、しかしねアメリカに滞在している日本人がいいかっていう問題ある。ちょっとボーダーだから。だけどそこで議論が行われるわけですね。はい次お願いします。でこの日本国境は全然問題ないんですね。はい。 まあだから事実の範囲とはどういうかったら科学として認められているもの自然科学、えー、社会が経済学とかで、ね、歴史だから歴史を議論するときに、えー、そ,うそれが事実であるということがまあ、大体おおよそ分かってれば、えー、何年にあの源頼朝が鎌倉幕府を作りましたと、うん、それ誰かコピペしたらね、えー、それ著作権違反だってだめなんですよ。いも同じこと 科学的手法を使うことは全然な科学の著作物であれば、特別なもので思想また患者に向く創作物はないわけじゃないんだけど、えー、それはもうほとんど違います<ー>、ね。それから報道で事実として報じたもの。はい、これはフェイクニュース以外の全部ですから、<laughs> 朝日新聞以外は全部ですか <laughs> <laughs> こ面白いことに朝日新聞がねこういうこと言ったことあるんですよ <えっ S 1> 報道らしく仕上げて記事を書いてあるんだけど文句がついたらね <えっ S 1> パロディだって言い直したことあるんですよパロディだから事実じゃない<ー>あそういう意味で朝日新聞は全部パロディってやパロディかもしれない <laughs> でだからほ事実であれば著作権はないということですねはい、はい、次お願いしますうーんそうかまあこれはいいかなはい次、えー、はいあっ そうですね。えー、著作権関連と日本の野蛮性,、えー、野蛮性ですね。うん、だからそれは著作権を守らずに人類共通の財産をつけ使えなくする罪につながる。はいうん、だからね、あのロンドンネットはね、うん、あのまず第一にそのコピペしたからって何の何の問題もないです。問題はどこの部分が百田さんあじゃあ ウィキペディアの思想または感情に基づく創作物であるかということをちゃんと論じて従ってこうであるって言わないとねそれはね不当な言論暴力になっちゃいますからねそこは気をつけた方がいいですね。 それからもう一つはねちょっとしたミスを心象膨大に叫ぶってことあるんですよこれちょっとねあるんですよこれはね僕なんかねおっちょこちょいだからもうちょっとしたミスばっかなんですよそもそれついてくんのもっとひどいのがねちょっとしたミスがあると全体を否定する。鬼の首取ったよりねあのこれはねまたねこんなこと言うとね日本人だけどね論文出すでしょアメリカに論文出すでしょ通りやすいのちょっしかったらここのところは非常に新しいこと書いてある 日本はね、引用文献のこの二百九十三ページが二百九十五ページと間違ってる。こんなところを間違うったら全体が怪しいんだ。いやそんなこと言ってくるんだよね。これやつあるんですね。これでもう一つは書いてあることを批判せず人を批判するとなるんですよ。あの物事は必ず書いてあることを批判するべきであって、こんなこと書くやつはこうだなんていけないんですね。そっちの方が法律違反ですね。でその結果日本では新しいことが潰されて。 アメリカでで発明されたものだけ社会を作ってる自動車も何もかにもテレビも全部アメリカですよ最近ではね僕どっかのテレビで言った方なんだけどねもうアマゾンもんか知らないけど全部アメリカじゃないですか GAFA なんて言いますよねそうそれからスーパーマーケットだって100円ショップだって全部アメリカだって。 じゃあ、ええ、なんで日本にね、ええ、そ,のそういうものが生まれないかってうと日本の創造性がないってことはそうじゃなくて、はい、途中で潰されちゃう、うん、ね結局ちょっと大体新しいことってちょっとしたミスがあるんですよ、うんね、ちょっとしたミスがあってね、ええ、1900何年を1900何年で言い間違ったからあいつの言うことは全部嘘だってこうなるからね、ええ、それでね新しいものができない。だから日本は、うん もっと大きく人類共通の財産を大切にし、えー、ちょっとしたミスはあんまり大きくせずに、えー、人を貶としめることをせずにってやればね、えー、それはいけるんですんだからあの僕はスタープロボの時にね、はい、あのコピペあのお坊さんコピペしたかどうかしませんよ、はい、コピペしたって何の問題もないってこと。 のところだのところ全部ってこれまでこうだったっていうのを書くんだからこれまでこうだったというのに思想または感情入れてもらっちゃ困るんですよ逆にねむしろねそうううそそそれからまあおばかさんがちょっと写真間違ったとかちょっとしたミスをねあまり大きく追求しちゃいけない特にあの時女性でしょ女性の場合はね男性だったら静かな書斎で書くんですよ女性の科学者大変なんですよおしめ変えながら書くんだから そんなね、おしめを変えながら帰ってるね僕なんかね、女性の科学者のものはね全部甘くつけたのはね、ええ、男女差別じゃないんですよ。うん、それおしめを変えながら、ほとんどの女性がそうですよ、うん、子供を持ってる女性は大変ですよ、うん、だからそれは見てやんなきゃね、うん、それでね、今度ねつつ、中国と日本と同じですよ、あのね、うん、おぼかすさんネイチャーの論文が間違ってたら、みんなで叩いたわけ、うん、今度、ノーベル賞もらった本庄タスク先生がね、はい、ネイチャーに出る論文の9割は間違いだと。うん それはそうなんですよ新しい研究言葉やりましたよね誰も文句つけないあの時にもうねなんだこんな間違ったっつってね叩きに叩いた人たちは本庄ク先生に文句全然言わないダブルスタンダードですよ若い女の子だったらいじめるけど本庄クノーベル賞学者だったらやれないってなんだと言った最後に 武田は著作権をまああの私のものはねいや二つね問題があるんですよ一つはねまあ内容的に大したことないってことでね僕ねしみじみ僕の文章を見るとね大体人の今まで書いたことを繋いでるだけですよつなぎ方がこうそんなことないですやこうこうつなぐとかこうこうつなぐっていうのはあるけどいやそこまでご検討出されることはないんじゃないですか実は社会学でも自然科学も 科学的創作、創造の、そらく8割以上がそういう、今までのやつだと、新しい、むしろこの新しい観点からのつながりがすごいですよ、そこで新しいものが生まれるんですよ。 空白から何も生まれない。生まれないね。日本創造学会は創造の定義として、創造とは既存のもののつながりであるとか。そうそうそう。でそうそう。そういうことありました。いやー、大変お勉強になりました。大変お気のですもね。ありがとうございました。今回のトラノマンサイエンスコピペ騒動とね、対してお送りしました。ります。